そしてラストライブ。今日は何日ですか？11月30日、札幌の11月30日ってこんなに暑いものなんでしょうかね。本日皆様、我々ナンバーガールのこの最後のライブに来ていただきまして誠にありがとうございます。そしてそれはまたこの北の地札幌にてこのような我々ナンバーガールの最後のステージを行えることを私大変幸せに思っております。ここ札幌といえば、私が大変昔から尊敬しておりますブラッド・サウスティ・ブッチャーズ、そしてイーサン・ユース、ファウル、ザ・ブルーハーブ、惜しくもこのまた、解散してしまったんですけどカウパーズ、その他いろんな、私が影響を受けたバンドがここ札幌には多くいらっしゃいますね。歴史というものは大変素晴らしいもので、終わる歴史もあれば続いていく歴史がありますね。そういった札幌の私が影響を受けて おるバンドの人たちはずっとこう歴史が続いていってるわけですね。その分の重さをこの作品に表していっておるわけですね。そういう表現、歴史から発生する表現をされている方々です。私もそういった自分のその心の奥底から湧き出る自分の歴史、自分の思想、いろんなものを全部ひっくるめてこういったロックンロールに表したいと思って、そしてそういった先人たち、この札幌の素晴らしいバンドのたちのようになれればいいなと思ってやってまいりました。少なからず少しだけは近づけたんではないかと私は誇りに思っております。こういった1995年夏からの我々は自力を信じてやってきたこのナンバーガールの歴史を今ここに終了する。福岡市博多区から参りましたナンバーガールです。ドラムスアクセイラーです。
ナンバーガールは終わった。数々の名曲と思い出を残して。おめでとう。